まあ、中日さんがすごく熱心、うん、それでもう中日さんはもう必ず指名しますから、僕はもう中日だって思う。あ、もう名古屋行くんだって。そうです、そうです。みんなで、まあ、まあ、そんなこと今やっちゃいけないのかもしれない。今でこそ言える話だと。あ、そうそうそう、もうそう、もう。ミスターパーフェクト負けられない。さあ、今回も非常に豪華なゲストをお迎えします。はい、斉藤雅樹さんです。はい、よろしくお願いします。野球界のレジェンドがここにお二人揃って今すごく緊張しているんですけれども、どうかな、もうね、いやでも斉藤が前からオファーしてたんですよ。だけど斉藤はね、あんまり好きじゃないっていうの、 YouTube ね。まあそうですね。ね、だから斉藤くんがね、いろいろ他のも出てるのもあったりして、ちょっと間開けた方がいいかなと俺思ってたんで、うんうん、満を持してこの間サントリーの、うん、あの野球大会やって、OB だけの、で斉藤いたから。それと出てくれとオファーしたらもうすぐ快諾してくれまして、今日の運びになりました。ありがとうね。もうだってさ、槙原さんに言われたら出なきゃしょうがないじゃないですか。それはもう断れませんよ。いやいやもう斉藤まだ最初入ってきた頃っていうのは本当に初々しくて、はい、もういやいや入ってきた頃は今も初々しい。初々しさは今残してるんだけど、でも、もうほら格が全然俺よりも上に行っちゃってるんで。そんなことない。会話としてちょっとなんか、おかしな感じはするんですけれども、うん、でもまあ本当に、まああの当時の話も中心にですね、はいはい、若い頃の話もね、はい、組めながらちょっとトークをしていこうかなと思うんですけど、はい、どこから行きましょうか。プロ入り前だよね。プロ入り前から。プロ入り前。どんな少年だったか。はい、斉藤雅樹はもともとプロを目指しても周りの人たちからも絶対プロだよって言われた存在だったのか、うん、それも含めてちょっと聞きたいんだけど、うん、どうなんですか、うん、全くそんなことないです。まあそこがね、5年生からそのリトルリーグに入ったんですね、うん、で、そこからまあ本格的にこう野球を始めたんですけど、まあ、まず最初5年生で入って、まあ、2軍みたいな、うん、2軍みたいな感じでしたね。6年生がやっぱりいたので。で、そこでまあ、ピッチャーみたいなのをやりながら、まあ一応やってましたけど、全然大した選手じゃなくて。で、なんかこう、ここにも今傷があるんですけど、うんうん、これ、こう、その2軍の時の試合で、打ちに行った時にこうバットとボールでペッと挟まって、パカッて切れちゃったんですよ。で、その試合、もうなんか、もうやめて、病院に行って、こう、塗ったりみたいな。あ、そんな、本当大したことない選手だったんですよね。逆に言うと、その当時に、例えば、一個上の先輩とかが、斉藤はドラ1だよ。うわ、平成の大エースになったよっていうのは、その人たちから聞いたら、そういう雰囲気なかったよって言うの？絶対言うと思います。言うの？絶対言うと思います。間違いない。っていうことは、今、やっぱりこうやって見てくれてる人たちの子供たちが、将来プロになってほしいなっていう、4年生、うん、5年生の子たちがいたとしても、うん、全然わからん。急にグンってくる。いくあります。全然あります。え、でも何かやったからグンと伸びたんじゃない？自分の中では。いやー、別に、そうなんだ。そう。本当に。わかんないもんだよね。うん、なんかお母さんが、応募したんでしょ？そうです。そこのリトルにも。そうです。まあ、川口の資生代理みたいなのに載ってるのに、まあ、勝手に応募して、うん、で、そうすると、まあ、一応テストがあるんですね。うん、で、まあ、走るのと、投げるのとですよね、うん、多分ね。で、まあ、それはまあまあ得意だったんですよ。それはだって、まあ、走るのも、走るのも早かったし、まあ、投げるのもちょっと結構遠くに投げれました。肩も強かったし。まあ、それで、これ入ったんですけど、まあ、でもそんな大したことなくて。で、まあ、その5年生入って、で、6年生になって、もう自動的にこう、上のクラスに来てくださいって言われて、うん、で、あ、やだな、もう、そんな、だから、行ったら、その、今まで先輩だと思ってたのが同級生だったんですね。それが上にいたんですよ。うんうんうん、で、そこに今合流して、わあ、この人、こんな人、うまい人がいるの、とこに入るの嫌だな、とかって思いながら行って、そしたら、キャッチャーがいなかったんです、たまたま。うん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 、そこで、僕と、まあ、3人ぐらいで、ですね、キャッチャーをの練習に押させられたんですね。で、まあ、大してうまくないでしょ。もう、球も取るのも大して取れなかったんだけど、うん、まあ一応僕が。肩強いしね。そうそう。で、まあ一応レギュラーみたいな形にはなったんです、キャッチャーの。それ小6でしょ？小6です。あ、そう。
共通点見出した。あ、何ですか？僕も小6の時はキャッチャーでした。ソフトボールだったんだけど、要するにピッチャーで俺、こうやって投げると力いっぱいいくと、網越えちゃうんですよ。あの調整できない。ね、思いっきり投げようとする。そうですよね。だからもう肩強いんだったらキャッチャーやれって言われて、キャッチャーって同じだ。へえ、そのキャッチャーのご経験って、そのピッチャーとしてこう役立つものとかってあるの？全然ない。全然ない。この話を聞いて、だったらみんな子供をキャッチャーにさせよう。将来ピッチャーで良くなるなんてことは考えないでください。これはないね。ないと思います。これはない。はい、でも斉藤正樹、俺も、やっぱり英才的な才能で俺そのまま、やっぱり来たと思ってたから。全然です。本当に。いや、プロ入った時は、まあ確かに、なんか何やらしても、全部そつなく守備もバッティングも走ったりもできるじゃない。はいはいはい。そのイメージがあるから、こういう不遇の時代があったっていうのはちょっと嬉しいな。いや、それだ、試合も、関東大会の、決勝に出たんですよ。はいはい、強かったんですよ、うん。で、うちのチームはピッチャー3人ぐらいいて、それがみんな球早いんですよ。うん、で、テレビで、超フリトルって言って、荒木大輔が、同級生だからいたと言われるリーグとやったんですけど、うん、でもその時荒木大輔は、ね、もう卒業してたと思うんですね、うん。で、その時やったんですけど、もう、まあ、パスボール、うん、もう取れなくて、そういう、なんか惨めな映像が残ってます。それも YouTube 流してくれると嬉しいな。すごいよね。小学生までは出てこないかな。あ、いや、もう出てこないと思いますね。すごいよね。でも、そんなことあったんだ。うん、ってことは、お父さんお母さんたちは、まあ中学行ったら、野球続けるかな、どうかな、このまさきはって感じなの。まあそうで、でもまあ野球は好きだったんだと思うんですね。多分やるのは。うん、だからまあ多分、まあもちろん中学校行っても、野球部はもちろん入りましたけど、でもその時も、その川口リトルが、まあまあだからそうやって決勝に出るぐらいだから、まあまあ強かったんですよ。うん、だからその川口シニアを作るって話になって、うん、それまでなかったので。そしたら、まあ作ったんだけど、でもみんなこう、やっぱりそこに入んないで、それぞれの中学校にバラバラに分かれちゃったんですよね。で、まあ僕も一応中学校の野球部に入って、まあそれで軟式ですよ、また、うん。リトル公式だったんですけど、また軟式やって、っていう感じで。でも中学校も大した成績も残せずでしたから。まあ、うん、まあ、まあ、中学はそうだよね。うん。まあそんなにあれ。でも、じゃあ、その埼玉の強豪校から斉藤正樹くん来ないかってないの？とんでもないです、そんなものは。全然かかんない。ただ、そのリトルリーグでバラバラになった子たちが、高校ちょっとどこ行くどこ行くっていうのちょっとこう、ざわざわしてたんですね。うん、それで、一律川口のその練習にちょっとみんな行かないかって話になって、行ったら、その、見たことあるおじいさんがいたんですよ。うん。あれ、このおじいさんどこで見たことあるなと思ったら、リトルリーグの事務局長さんで、うん、運動、スポーツ展をされてる内山さんっていう、はいはい、まあ、うん、さら、一律川口の監督さんだったんです。あ、おじいさんが。内山さんが、おじいちゃんが。で、あれと思って、このおじいさん、監督してるんだと思って。で、まあ、そういう知ってる人がやっぱり多い方がいいじゃないですか。じゃあ、一律川口にじゃあ入りたいなってなったんですね。まあ、今でもおじいさん呼ばわりしてますけど、内山監督多分当時いくつだったんだろうね。50ぐらいなんじゃないの？もしかしたら。そうかもしれない。全然下なんだよ。今のね。そうだよね。そうだね。本当だ。本当だ。そうだ。内山さんもう倒れてるよ。もう亡くなられちゃったんですね。はい、まあ、でもじゃあそういう出会いですね。なんかね。そうです。いや、本当そう。で、まあまあ、ここの高校は知ってる。うん。人が監督だったら安心だってことで。うん、そういうことです。で、みんな友達も。何人か来るからっていうので。で、まあ、まあでも、効率ですから、ほら、やっぱ勉強しなきゃいけない。勉強しなきゃ。そっから一生懸命勉強しました。一律川口はもう、やっぱり勉強の方はできないとダメな高校。レベルが高いかってことですか、うん、まあ僕らの時はでもそんなでもなかったですけど、今は結構高いみたいですよ。ああ。もうやっぱり。うん、もう、これ絶対高いですよ。偏差値はね。文武両道ですね。文武両道で。そうそうそう。え、でもなんかその当時好きだった選手とか憧れてた選手はいらっしゃいましたか？僕ね、小学校の時ですね。小学校の時のその卒業のあれに、王さんと、うんうん、
小林茂さんと書いてるんですよね。あ、だからサイドスローに繋がってくるわ。いやいや、繋がってくるのかどうか。いや、でもなんか感じるね。うん、王さん。王さん。もう僕はやっぱり王さんファンで、まあ、巨人ファンというよりも王さんファンで、王さんがホームラン打てば、まあ、ジェンズが負けてもいいという感じですよね。そうだな、はい。俺も同じだ。そこも共通点だ。王さんの打席だけ結構見てて、うん、違うチャンネルにして、うん、また、まあ、30分くらいかなと思って、もう回ったかなと思って変えてって。要するに、ホームラン記録がすごかった。ああ、そうです。もう俺たちね、センセーショナルだよね。そうです。だから、52年、僕がだからその小6ぐらいの時に、756号を打たないの時期でしたから、うん。そうそう。その憧れた王さんが、俺らが主軸になった時には、すげえ俺らも怒られる、ね。こんなに怖い人だったのかと思って。っていうのがあったんですよ。じゃあもう高校の時はそのなんだろうプロからのお誘いとか。2年生になってまあちょっと主力で投げるようになって基本遠征みたいなとこ行った時にまあまあある程度いいピッチングしたんですね。そしたらまあ、埼玉の市立川口に斉藤っていうのがいるよっていうのがまあちょっとまあ埼玉県内とかちょっとその辺では。ちょっとまあ、噂になったみたいで、うん、そっからこうなんか、ちょこちょこ見に来てたようでした。ドラ、スカウトの人たちが。結局誰だったの？スカウト。僕は、僕ですか？うん、堀江さんですね。堀江さんか。はい。はい、まあ僕らだけしか知らない、うん。へぇ、いや、だからそれも、で、3年生の6月ぐらいに、当日の荒木大輔のとこと、練習試合ができたんですよ。うん、はいはい。普通、僕たちなんか、甲子園も行ったことないし、大して強くもないのに、うん、なぜか組めたんですよね。あの試合がなんで組めたかが僕未だにわかんないんですけど、その、当日のグラウンド行って、試合やったんですよ。うん、だからその時は当然、荒木大輔も当然注目ですよね。うん、だからその時には多分、このスカウトの方がほとんど来てたんじゃないかと思いますね。あ、そこでいいピッチングしたんだ。負けたんですけど、1対0で、10個以上三振取ってましたから。荒木も投げたの？大ちゃんも。最初に投げたのが、多分、あれだと思います。石井。武宏武。ああ。石井武が先発で、そうです。した石井武宏。で、その後に荒木大輔が投げてきました。多分、6回ぐらいからだったですかね。全然打てなかったですけどね。うん、まあまあ、でも、まあ、川口は0点だったから、しょうがないけど、1対0で負けた、あ、勝ったっていう時には、やっぱり逆に、うなぎ登りだったね、評価がね。もしそうだったらね。うん。で、後にドラフトで巨人が荒木に行くんだよね。そうです。そうです。それで、斎藤さんを取ってということで、はい。うん。まあ、結果良かったってことなんですよ。何球団ぐらい？何球団来てたの？まあ、基本、12球団とも来てたと思います。来たよね。はい。あった？あってない？あって、僕はだからその、内山監督が、元阪神の選手だったんですよ。うん、はい。で、まあ、おじいちゃんって言ってちょっと申し訳なかったんですけど、その人たちとちょうどスカウトの人たちと、知ってる人がいたらしくて、はい、全部監督のとこで止めてたっていうか、監督が会ってもらくれて、僕は一切会ってないんですよ。まあ、斎藤金のこと言うタイプじゃないんで、うん、契約金をもっと上げろとか、そういうことじゃない。そんなんじゃなくて、もう要するに、対応してくれたのが、多分監督さんが全部こういろいろ対応してる。お父さんお母さんもじゃあ会ってないのかな、会ってないと思う。使うと。会ってないと思う。うち結構会ってたよ。いや、それで、一人だけ、学校に来た人がいて、それが堀江さん。堀江さんはその時、新聞記者って言って入って、来て、それで取材だっていうことで僕会ったんです。二人で、うん。で、名刺をポッて見たら、ジャイアンツの名刺だったんですよ。あっと思って、ジャイアンツだと思って。で、まあ、多分そんな、どうだこうだっていうよりも、要するに僕がプロに行く気があるかどうか多分確認しに来たんだと思うんですよね。それで、僕は多分もう行きたいって言ってたと思うんですよね。死亡届とかない時代だもんね。そうです。だから僕は確認しとかないと、後で、拒否されても困るから。いや、それで、まあ、僕も、まあ、生意気、大した選手でもないのに、生意気に、監督が、内山さんが、まあ、パリーグなんか行ったってダメだぞ、つって、うん。セリーグの在京セリーグって一応、なんかそんなようなことを偉そうに、ね、ちょっと言っちゃったんですよね。うんうん、それ俺も嫌だな、とかって思いながら、もう、そんな選手でもないのにと思いながら、でも僕はどこでもよかったんです。
もう、どこでも指名されたら絶対行く予定になって、予定っていうか行きたくて。そしたら、まあ、中日さんが、すごく熱心。うん。うん、それで、もう中日さんはもう必ず指名しますから。あ、そうですか。で、それこそ、それは親もあってる。うん、うん。でも、監督もあって、で、みんなで、まあ、まあ、そんなこと今やっちゃいけないのかもしれない。今でこそ言える話だった。そうそうそう、もうそう、もう、もう40年も前だもんね、うん。で、その時に、じゃあ、お願いしますっていう感じだったんです。それで、もう、僕はもう中日だって思う。あ、もう名古屋行くんだと。そうです、そうです。ああ。そう、いや、でもちょっとなんか俺は別に逆にいろいろあってて、はい、うちも12球団来てくれたんだよね。いや、そうですよ。たまに、あの俺も同棲してちょっと説明聞いたりしたの、うん、施設とかおたまに契約金の話なんか実際しないですよ。だけど一球団だけうちの家の2階でビールついて飲んでる球団とスカウト、うん、うちの親父とか飲んでるみたいな。誰だこの人と思ったの。巨人の加藤スカウト加藤さん。へ、一切俺にはその施設の話とか全く聞いてなくて、なんでこの人俺の家で酒飲んでんだろうなんか、まあ、うちの親父と意気投合してたのか知らないですけど、うん、あ、そういうので、あ、後に結局巨人にドラフト1位されるわけじゃないですか。うん、もう共通点で。なるほどね。じゃあドラゴンズだったんだ。そう。で、マキさんじゃあ、マキさんもう一人、一球団だけですか？ジャイアンツだけ？いや、だから12球団は挨拶が来たよ。じゃなくて、指名、指名は。そうそうそう。ああ、そう、ね。だから、まあ、後に後から思うと縁は感じたんだけど、斎藤中日か。そう。それでだから、その年、中日が優勝した年なんですよ。そう。で、中日は、まあ、立教の野口さんという方を指名して1位で、で、ジャイアンツは荒木を指名して、で、両方外したんですね。それで、たまたまそのウェーバーで、中日が優勝としたから、ジャイアンツの方が先だったんですよ。はいはい。で、ジャイアンツが先に僕をバンって、今ほら、2回目も抽選じゃないですか。うんうんうん、その時っていうのはもう、ウェーバーで下から、ね、指名したらもうそこで決まっちゃうんですよ。だからその時ジャイアンツが先に僕をポンって指名しちゃったから、中日ももう、指名できなかった。行かれたと思っただろうね。で、後に悔しさがもっと増すわけ。そうですよね。ね、あれが一番の時代の当たりくじだったわけじゃない、まあ、同期の中ではやっぱり一番もう当然勝ち星も、まあ、まあそうですね、そうですね、うん、だからそうだよ、そうですよね、金ピカ星だったんだよ それが、うん、そのあのドラフトの情報ですけれども、うん、当時の新聞では契約金4000万円年俸260万円と報じられていました。ね、契約金4000万円はそうですけど年俸は300万だったと思います。じゃあ書き換えないと入った時から俺より高い。嘘本当よ。俺260万ぐらいで、あ、260万もいってなくて、はい、3万円上がったんだよ2年目に。ってことは斎藤が入った時と俺と同じ給料だったんだってことだよ。あ、2年目と1年目ってことですか。そうそう、安いですね、先輩。いや、だって、ドラフト3位のその時の吉村が俺よりも給料高かったです。最初入った時か。だから交渉がもう一つ下手だった。ベースがすごい下で。そうか、斎藤、そうなんだ。まあ、だから斎藤別にこう、俺のイメージからすると、入ってきたらもう入ってくると、いつも、ジャージじゃない、寝巻きだよね。いや、ジャージですよ。水色の寝巻きみたいなの着て、で、ドテラって、こう、ちょっとこういう。反転にね、反転ね。着てるイメージがすっげえ強いの。斎藤って言ったら、うーって言って、呼び出されて、もう、動きがすごく良くて。そう。うん、それで、斎藤っていうのは、いつもニコニコして、人の文句も何も言わずに何でもやってくれるっていうようなイメージで、上の人たちからもすぐなんかあると斎藤だよな。まあそうですね。うん、まあ可愛がっていただきましたね。でも でも僕が入った時はもう、槙原さんは2年目から1軍に行ってますから、ほとんどもうすれ違ってる。そうなんだよね。だから俺斎藤の上投げ見たことない。そうでしょ、ないと思います。ないと思います。これを投げてるのを、横投げで投げた時はもう、一軍にもう顔出してたんで、知ってたんだけど、斎藤どうなのつって、いや、上から投げてますけど、なんか、バッティングもやってますとかって、そういう話は聞いてんだよね。そうです、そうです。バッティングしてたんだよね。そうです。でもそれが、もう、それが大体嫌だったんですね。それが一番嫌だった。その両方やらされるのが。
でもまあなんか後というかちょっと桑田も斎藤もどっちかがやってれば巨人のショートは20年安泰だって言われてた時代だったよね。まあ、でもまあでもそしたら河合もいたわけですからね。河合セカンドやってたかもしれないし。あ、篠さんがいたから。まあでもどうだった自分でこのまま続け嫌だったから無理か。うん、無理。無理ですか。うん、絶対無理です。うん、まあやっぱ打てないと思いますよ。やってたら。そうそうだよね、やっぱり。まあ、守備とかは、うん、まあまあちょっと自信はありました。うんうん、守備だったら、まあ、ある程度いけるかなと思ってましたけど、打つのはちょっと きついと思ってましたね。うん、まあまあ、でも、まあ、ピッチャーの方が、だちょっと前本気だったら二刀流もできるじゃん。できる。だからさ、絶対無理する。あの二刀流さ、すごいよね。大谷どう思う？いや、すごいね。俺らピッチャーからすると、ほっとびっくりする。いや、だからその投げた次の日にまた出てるって、それがすごいですね。で、やっぱり投げたら、その時の方がホームラン打ってんだよ、今。あ、本当ですか？うん。投げた次の日の方が結構ホームラン率が結構高いっていう。だって、睡眠不足とか、体そこら中痛いとか、うんうん、もうわかるよね。眠れないもんね、あんまり。そうです、そうです。だからもう視力とかもダメだから、打つの結果無理だなと思うんだけど。いや、すごい。ほんとすごい。